台湾ガガブタは、ミツガシワカアサザ族の多年草。インドから東南アジア、中国、台湾にかけてのため池、水田、用水路などに生息する水草である。中国の標準名は、シシワサザ、台湾の標準名は、龍骨ベンアサザと呼ばれる。地方名に、ノレンがある。水蓮やハスなどと、姿や生育場所が似ていたり、地方名に、 レンの字が使われたりするが、水蓮やハスの仲間ではない。インド、タイ、カンボジア、ベトナム、中国西生地湾族自治区、海南省三亜市、万寧市、広東省、香港、台湾南部地方に分布。中国、台湾では稀にしか見られず、台湾では高尾市美濃区に限られる。不要植物で、全長10から30センチメートル。 地下茎から茎を伸ばし、不要を数枚展開する。葉の長さは1から6センチメートル、幅1から5センチメートルで、ハート型、用脈は手のひら状で不明瞭。傭兵は細く、長さ4から10センチメートル。浅く5列する白色の、または稀に、炭鉱色の花弁1枚を持つ花を2から10輪ずつ咲かせる。花弁の円に、細かな毛が生えている。 火管は7から8ミリメートル。火管と額の長さは、ほぼ等しい。1日果ては、約3ミリメートルの球形で、6から10粒の種子を含む。幅約1ミリメートルの長大円形で、表面に不規則な棘がある。同族の姫ガガ豚に似るが、姫ガガ豚は、花弁が、基部近くから裂けており、花弁の各辺の中央に、縦の隆起があり、円が毛が生えていない点で異なる。 また種子にもトゲがない。バナナプラントの総称でアクアリウムなどで利用されることがある。台湾高雄市民区の発火料理では、炒めやレンと称し、傭兵を炒め物にする。台湾では、野菜としては、水蓮菜という呼び名でも売られている。中国植物誌、第62巻、P418。ありがとうございます。